伝統的な衣装を着て、お祭りで踊るマガールの女性。マガールはネパール及び北インドの民族及び、その言語。言語は、シナチベット語族。その居住地は、ヒマラヤ山脈のダウラギリ地域の西端、南端から、南は、ヒマラヤ前衛のマハーバーラと山脈、東は、ガンダキ盆地に広がっている。 2001年のネパールの国勢調査によると、162万2421人が自分をマガール民族に属すると認識し、これはネパールの人口の7.14%を占める。ネパール最大の先住民族である。調査によれば、マガール人のほとんどは仏教徒で、ごくわずかヒンドゥー教徒がいるという。ラプティケンの起伏の激しい高地、ルクム、サリャン、ドルパ、 そして、ピュタン群に住むカムマガールは、シベリアから移住してきたものと考えられる。このことは、多くのシャーマニズムの儀式やその他の文化的特徴から確かなことである。他のネパール人同様、マガール人の中には、ネパール内戦を戦った者も,もいる。162万2421人のマガール人のうち、77万116人が、 マガール語を母語として話している。ラプティケンのカムマガールはカム語を話す。ドルパ軍のマガール人はタラリ語かカイケ語を話す。マガール諸語はチベットビルマ語派のボディックブランチに属する。略語は ISO639 から 3MGP、ISO639 から 3MRD である。シベリアから伝わったシャーマニズムに加え、北部のマガール人は チベット仏教を信仰する。彼らの僧侶はブサルとして知られる。南部で少数の人だけがヒンドゥー教化した。それはヒンドゥー教、アニミズム、仏教の儀式との集合を生み出した。マガール人は伝統的に自給自足農業、牧畜、工芸、そして日雇い労働で暮らしてきた。マガール人はグルン人。 雷神その他のネパール丘陵地帯の軍事的民族と共に英軍、インド軍のグルカ連隊で活躍している。今日では医療や教育、公務員、法律、ジャーナリズム、開発、航空などの専門職としても雇用されている。ありがとうございます。